高津慎吾がヤバすぎた。 NPB 通算598登板、防御率 3.20、 36勝46敗286セーブ、最多セーブ4回、日本シリーズ優秀選手2回を記録し、2020年シーズンよりヤクルトの監督に就任し、2度のセリーグ制覇、1回の日本一に輝いた。